井上氏は、日本の氏族の一つ。孫悲文脈によると、聖は源、宇治より気流とされる。源の三中の古元来神が、長元元年の平忠恒の乱を平定して東国に、勢力を腐食、さらに三難の来域が着難元、万祈るとともに、品の国高い軍井上を本願として、井上氏の祖となったとしている。源兵の戦いとして知られる事象。 呪衛の乱では、同族とされる、村山七郎義直が、村上市の氏族とされる栗田氏と共に、市原合戦で、笠原氏を相手に戦ったのをはじめ、北信濃の源氏法として、平家法と戦いを繰り広げ、平家物語では、星名党を率いる井上三森が、横田川原の戦いで、源の義仲方として参人して活躍し、信濃源氏の代表格として扱われている。 その後は、吉中の上落には従軍せずに、源の頼朝に従ったようだが、海原寺一条忠頼と共に、頼朝に危険視された三森は、元略元年7月に、鎌倉に召喚される、途上の駿河国間原駅で中殺される。上級の乱では、三森の次男、井上高生が、西名森堂に従い、後葉上皇側に立って参戦している。井上氏は、 近隣の村上氏や、同族とされる高梨氏に比して、僧侶家を中核とする武士団の形成が大きく、遅れたとされる。また、森永の中殺以後、井上一族では親鸞に帰依するなどして仏門に入る者が多く、その一方で、武士団としての発展が阻害されたとする向きもある。井上氏は、都学士さん勘助院兼光寺に別当職を得るが、29世。 清吉会は大衆と合戦に及び、さらに、文英5年には、井上森長が、善光寺を焼け払い中殺された記録が、尊辟文脈書斎の井上経図にある。文英2年には、井上正頼が、在長官人として、品濃大城を称している。南北朝時代の井上氏に関しては、資料が残されていないが、官能の上覧では、諏訪らと共に、足利忠義に属した。 大衛七年の大東合戦では、井上様の助光よりが、高梨氏や田氏、島津氏、小柳氏、府野氏、中又氏などと共に大文字一騎集の一翼として、守護、小笠原長秀を破ったが、後に、室町幕府から派遣された、大河細川寺中によって、井上氏ら国人の反乱は鎮圧されている。王人二年、隣接する、田豪に攻め入って逆に、 須田忠だによって打ち取られた記録がある。その翌年にも、井上政家が隣接する高梨政高と、狩り、多郷の領有をめぐって争奪戦を展開している。そして室町時代後期には隣接する越後との関係を強め、越後守護家三内上杉氏と守護大長尾氏の争いに巻き込まれた。永正十年高梨氏の支援を受けた長尾た影と対立する守護。 上杉貞真を応援するため島津氏や栗田氏、雲の白と越後に侵入しようとした。戦国時代には北信濃に侵攻してきた会の武田信玄に対して井上清政は越後の上杉謙信に属して退治した。信濃を占領した会、武田氏が織田氏の公衆性抜で滅亡した後、本能寺の変で織田政権も撤退した。この機に北信濃を支配下に置いた 上杉影勝により、井上達光も基重が叶ったが、上杉氏が豊臣政権下で合図へ転封されると、井上氏も随行し、後に米沢藩氏となった。この、信濃の井上氏が着流であるが、張馬、秋、三河などに同族と称する一族が存在する。また、時田氏、桑堀氏、星名氏、高梨氏、須田氏、佐久氏,氏、関山氏、 足田市、赤石、荻小木野市、内田市などは、ケ図上は、井上氏の所流である。信の井上氏と同族。南北朝時代頃に、秋国に移る。戦国時代、井上光県は、近隣の有力国人である毛利氏に接近。毛利高原の信任を得て、勢力を伸ばし、後県の弟、井上元森、後県の子である井上元県と、井上限定。 後権の弟、三津貞の子である、井上治無罪、一族の井上元吉の5名は、毛利美雪松丸死後に、毛利氏の家督相続を、毛利元成に依頼する毛利氏、宿老15名の連署状に署名し、元成の家督相続に貢献した。秋井上氏は、毛利氏へ中で重きをなしたものの、やがて傲慢な振る舞いで元成の怒りを買い、 天文19年7月12日から7月13日に、かけての井上氏粛清により、元県をはじめとして、井上治虫県、井上治清、井上元友など、秋井上氏の一族34名が中殺された。しかし、命を助けられた一族の者もおり、除名された人物としては引き続き毛利氏に仕えた、井上治虫在、井上元光、井上三都 井上成政、井上治萌や小早川高景に仕えた井上春忠などが知られる。なお、除名された井上治萌財の子孫には、明治の元君である井上薫が出ている。このほか、毛利仁氏広士の側用人の一人に、井上三郎兵衛、文政年間の長布藩の城氏に、井上丹下の名がある。徳川氏に仕え、江戸時代に大名になった井上氏は、 安倍貞吉の子である清秀が、遠戚関係にあった井上氏に養子に入ったのがその、始まりとされる。井上正成などが知られる。系図上は、源の三つ実の子孫にあたり、信濃などの井上氏と同族とされる。秋井上氏三河井上氏、毛利高原の娘、勝光の子とも、井上元秋の子、無くなしおさの子、徳山藩氏。 宗末影都市の弟叔父で、旗本の正則の家督を相続後、実家の高岡藩主家へ転出。肥前島原藩主、福生津松平忠氏表の二男。相模小田原藩主一門、大久保忠隆の長男。丹波笹山藩主、青山忠義の四男。美野斎藤氏流長井氏族の井上氏。長井道俊の三兄弟に始まり、主家の斎藤氏滅亡後。 井上聖に改め、織田信長、豊臣秀吉に仕えた。食法政権下で、井上尻は760国を治療する旗本となったが、関ヶ原の戦いで西軍側についたため改役された。その後、この井上里中は罪を許され、江戸幕府の旗本として存続した。阿智美の光栄である、東刊氏族の一つ、聖は意味器。 河内国式の軍予防を本拠地としたとみられる。西安で母子が発見された奈良時代の日本人、今なりをこの氏族の出身とする説がある。ありがとうございます。